SL の講座ですね、やっていきたいと思います。まずどんなキャラクターか。はい、このキャラクターもまあほとんど一緒ですね、他のキャラクターと。護衛が6フレ、2エアが下段で7フレです。エーレンの2段目はすごい前進します。勝ち回りやコンボでよく使う技になっております。で3段目は、駒投げですね。ガード不能の駒投げを発生させます。まあ、基本的には、コンボ用になっております。で、立ち B ですね。立ち B は非常に長い横蹴りになっておりまして、発生が9フレですね。多分全キャラ中、まあ、B の、強さ的には多分セルは全キャラ中結構飛んで強いかなというふうに思います。で、この 5B ですけれども、逆方向に入れながらもう一度 B を入れると、もう一回 B を出すことが可能になっております。何も押さなければ、普通にしゃがみ C が出てしまいますので、B をやった後、後ろ方向に入れながら、B っていう風に入れると、出せますと。で、しゃがみ B がスライディングですね。前にすごく前進するスライディングで、非常に触りやすい技になっております。で、次が 5C ですね。ハイキックは、横に長い吹き飛ばし技になっております。貯めることが可能で、今回から、ダメージが変わりました。貯める方が、ダメージが若干高くなっております。しゃがみ C は地上で、下から蹴り上げる技になっておりまして、まあ、若干横には短いです。はい。で、気弾ですね。気弾は斜め下を打つ気弾になっておりますので、遠距離では当たりません。一発だけ当たりますけども、5発目ぐらい当たってるんで、まあまあ、取ることはなかなかないかなというふうに思います。で、しゃがみながら、気弾ボタンを押すと、相手に、近づく気弾を打てます。これは気弾は、ガードを刺して、非常に有利を取ることが可能になっております。近かったら2フレームですね、有利を取ることができますので、まあ、いきなり固めの時にこういうふうに、この下手段を使うと、有利フレームでもう一度固め直しすることが可能になっております。で、セルには前を押しながらキックボタンを押すと、前を押しながらハイキックボタンを押すと、下段の下蹴りを出すことができまして、これがまあ下段を1個増えるってことが結構重要な、パーツになるので、これは結構強みですね、セルの。下段から下段に行ったりするので、それの強み1つです。で、必殺技ですね。236L で、ローリングアタック、前進する必殺技を発動しまして、最後のこの叩き落としている部分は中段判定になっております。しゃがんでいると下ってしまいます。なので中段ですね。で、強盤と。で、214L は、パーフェクトアタックと言いまして、空中にいる状態のキャラクターを、アンチエアがついてますので、相手が空中にいるときにこれを使うと引きずり下ろすことができます。で、B パーフェクトアタックはその中でも補正が非常に緩いので、当たってしまうと、即死してしまうほどです。僕の方もあれですけども、基本コンボで今の時点でも4000も減ってるんで、B パーフェクトにはすごい夢が詰まってます。で、C パーフェクトなんですけれども、地上で最後こうグッと抱きしめる行動するんですが、この後繋ぐなら、バニッシュ、もしくはアシストで拾う。もしくはそのまま3ゲージなど打つといいと思います。まあ、特にね、3ゲージは補正がそこまでかかってないので、5300、相当減りますね。半分以上ダメージを持っていくことができます。で、空中でも、ローリングアタックは出せます。弱と中は、まあ、こんな感じの軌道なんですが、強盤だけ真下に落ちます。で、弱盤と
中盤はめくり判定はありませんが、強盤はめくり判定がありまして、そのまま振り向いてくれます。なので相手が真下にいるときはこれを置いておくと非常に強いです。で、まあ、セットに一応アシストも一緒に置いておいてください。じゃあそのまま拾い直すことができますと。で、で空中でもパーフェクトは出せますが、基本はコンボ用です。で、C パーフェクト版だけ画面にそのまま蹴ってくれますので拾い直すことが可能になっております。こんな感じですね。で、アシストですね。普通のアシストは、斜め、カメハメハ障害するわけだ、これ。で、質素でリスクが落ちる。パーフェクト。ヘルストライクだな。必殺はですね、236、気弾ボタンでカメハメハを打つことができます。空中でもカメハメハを打てますが、角度的には非常にいい角度でカメハメハを打つので、立ち回りでよく使う技になります。で、逆に214ですね。236ではなく214、気弾ボタンで、駒投げを発生させることができます。で、中央では、ほぼ端でしか、端の相手しか掴めません。ですが、画面端に近い場合は、近距離でも掴みますと。拾うときは、アシストで、拾うことが可能になっております。周りに拾いますと。で、あと、空中、空中の方は障害しなかったですね。ジャンプ L が、横を殴る技ですね。これは結構リーチも長くて使い勝手がいいです。でジャンプ B が、下に払う技。ジャンプ C が高く落とす技。ジャンプ D が、下の方に爆撃、バントを爆発させて、一応これは、ビーム属性以下、気弾以上の判定をしております。なので長ダッシュは、潰せますと。で、このジャンプ D は攻撃判定が近くだとあります。まあ、基本はコンボ用ですね。で、あとジャンプしながら下中パンを押すと、相手の、後ろに回ることができます。まあ、いきなりね、立ち回りとかで後ろに回ってアシストとこういう風に呼ぶのは結構強いです。で、次アシストですね。アシストは下に向かってカメハメハを打つ行動と、ショルダーカットルですね。合わさせて26くらいを取れます。当たると吹き飛ばされるので、そのまま拾い直すことが可能になっております。右などでも拾えますと。え、嘘、すいません、マジか、ちょっと待って、やばい、嘘をしてるような、ちょっと待ってますね。え、すいません、買ったっけ、ほんまや、知らんかった、嘘つけました、すいません、よかった、危なかった気弾属性です、知らんかった、マジか俺今まで超出せんかった、すいません。これは、一応気弾属性なので潰せるそうです。すいません、失礼しました、気弾属性です、気をつけてください。危ねー、すいません、気をつけてください、申し訳ない、ありがとうございます。ご指摘。知らんかった。で、ごめんなさい。いきます、ね。で、C は、C パーフェクトアタックを発動します。これの強いところが、相手が上にいる状態でも、しっかりと引きずり下ろしてくれるところですね。はい、かなり高い位置でも引き取ってくれます。はい、空中にいる相手を捕まえた場合、2段目、3段目は発動しません。ガードした場合は発動しません。当たった時だけ発動します。
知らないな。今日は、まず簡単なコンボですね。基本コンボは、中央はジャンプ 2C で飛ばして、ここがまあ基本コンボになるかなって思います。これ飛ばしてジャンプ B、A、A、A、C でこのヘイストライクで締めて買収、もしくはこんな感じですね。で最後ジャンプ D が当たるのはキャラゲンで、デカキャラが当たりやすかったりとかレシピが変わってくるので、ここはちょっと難しいところになりますが、一応左のアシコンはできます。壁に当たったタイミングで超ダッシュをして、基本コンボになるかなと思います。まあ、この 5C からのコンボが難しければ、基本はこのジャンプ 2C で叩くとして、まあ、こういうのでいいと思います。でこれが、はい、ジャンプコンボで、で走りだと、走も大体ここは一緒ですね。私はこういうのが多分基本になるかなと思います。エリアルしてジャンプ D、 本当に可動初期からあるコンボですね。ちょっと見ていただければと思います。並んで2,3 ループします。で最後は D を当てた後に、波動 B で締めてください。で、まあ、長所なんですけれども、セルはすごい使いやすいキャラクターで、ハイスタンダードなキャラクターになっております。中でも、B 系統が非常に長くて、それを当てた後のコンボ火力が、セルは魅力かなっていうふうに思います。まあ、かつ立ち回りも非常に強いキャラクターなので、まあ、先方中堅どこに貼ってもいいキャラかなと思います。短所としては、まあちょっと、でかいっていうのと、まあ、アシストが、まあ他に比べて少し若干劣るかなっていうのが、まあ弱点ではあります。あと、調子、ごめんなさい、失礼しますみません。はい。で、多少のセットプレイなんですけれども、ごめんなさい。C パーフェクトアタックを地上でガードさせると、相手の後ろに回ります。なので、バーダックとかを一緒にアシストを混ぜて、空中ダッシュをすると、結構崩しになります。下段でもいいです。若干、ガード硬直が長い技と一緒に行くと、連続ガードになることができますので、ガード硬直の長いアシストを選ぶのがおすすめです。もう片目とかはもう普通に画面走ったらこういう風な片目でいいと思います。で崩しはテイクダッシュジャンプ B だったり、最後キネシシスだったり、まあ、あとはドラゴンダッシュ、今回から追加された、裏回りの、この、ぐるぐるもあります。でこのぐるぐるなんですけれども、 C ローリングですかね、3ゲージ後に C ローリングをすると、めくり判定だけを当てることが可能になっております。こんな感じですね。なので、3ゲージ当てた後は、基本は完全にだったかなと。手前と奥で選べます。で C パーフェクト、あの C ぐるぐるなんですけども、後ろに入れているとあんまり進まなくて、前に入れているとガッと進むので、3ゲージあった後、次前入れておくと裏行きます。こんな感じですね。
てた後は一応アシストで拾うことが可能です。なのでリターンを求めたいときはアシストと一緒に拾ってください。はい、セルはこんな感じですかね。あと、片目中、カメハメハからバニーは、基本連続ガードになっております。なのでもう一度固め直したいときとかはカメハメハからバニーを押してください。他の技は連続ガードにはなりません。空中でも一緒です。で空中はねすごいいい角度でカメハメハを打つので、これはガード確認バニーが非常に有効です。で、あとごめんなさい、コンボ、最後コンボをちょっと伸ばしたいなって時は B パンクと空中で入れるとこういう風にいい位置で落ちてくれるので、これも有効ですね。こんな感じでコンボパーツはいろいろあります。自分のいる位置に入れ替え、あの位置に応じてパーフェクトを選ぶのがいいと思います。はい、感じですかね、セルは。